先月の新車販売台数はエコカー補助金の期限切れを控えた駆け込み需要で8月としては過去最高の伸びとなりました自動車業界団体が発表した8月の国内新車販売台数は前の年の同じ月を46.7%上回る29万台余りでした13ヶ月連続のプラスで8月としては過去最高の伸び率です エコカーの買い替えに最大で25万円を支給する補助金制度が9月末で終了するため、いわゆる駆け込み需要で販売が大きく伸びたとみられます。今月もこの勢いは続く見込みですが、補助金制度が終了する10月以降は販売台数の急激な減少が懸念されています。